とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、この装備を使っていこうと思います。これですね。ホークブランド。この前、タワーで出てきました。黄金が、重力3ですね。で、エンチャントで、ここをリフレッシュ。で、こっちを追い打ちの、虚無。ですね。虚無は攻撃速度速いやつとはあんまり相性は良くないんだけども、まあ、鋭利ぐらいの働きはしてくれるのでいいんではないでしょうか。このセットで今日は頑張ってみたいと思います。行くぞ！今日はここですね。魂4倍、そして流れ込む魂を装備してて、追い打ちを持っているところですね。追い打ちクエストです。ちょっとね、厳しいかもしんないけども、大丈夫でしょう。行くぞ。追い打ちくれてね、結構きついのよね。ダメージが、もろに入ってくるので、きついんですけども、まあ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 、大丈夫でしょう。一応、失われた、魂の棒をつけておりますので、それにね、流れ込む魂と、魂、4倍かでしょ？ならば、もう超余裕だと思うので、これでいきます。あ、ちょっと増殖するね。増殖していきます。780本あれば、まあ大丈夫でしょう。で、キャプテンはもちろん全部、探していきます！きっつい！びっくりするぐらいきつかった。そうかそうか、追い打ちだからね。追い打ちだから、とんでもないダメージ受けるんだ。ん？プレイヤーダメージが 40% 減少？ちょっと嫌だけども。行きましょうか。まあ、うまいことね、虚無をね、当てていければ、全然 40% 減少でもダメージを与えていけるんで、いけるでしょう。行くぞ。うん。しっかりね、ドラムを当てて、倒していければ問題ない。で、流れ込む魂もついてるので、回復にはもう困らないんじゃない？うん。問題ないと思いますよ。うん。いけてるいけてる。ここはキャプテンがね、結構多めなので、いいんですよね。あ、意外と、クリティカル出るな。うん、意外とクリティカルが出てきてくれて、いい感じ。いや、雲がちょっと鬱陶しいけどね。あっぶねえ。よっしゃあ。あ、火力あるね。思った以上に、ゴリゴリ火力あって、戦いやすい。よし。へえ。なんか本当にね、メイスとかそこら辺とは、段違いに火力があります。まあまあ、クリティカルのおかげか。ヒカルのおかげでかもしんないけども、火力すごいある。うん、 40% 減少しててこの火力だったら全然いいんじゃない。めちゃくちゃ倒していけるよ。キャプテンはここ2体ぐらいいるかな。こっち側にはいないか、反対側だな。うわ、痛い。ダメージ食らうと痛い。こっちにはいるはず。いいね。いいダメージ、本当に。しゃあ。40% でも全然いける。いや、痛い。よし。OK。やっぱ、虚無が結構いい仕事してるね。虚無が本当に。よし。何？略奪者に変わるってやつか。まあ、問題ないでしょう。さらに矢を増殖しました。1632本。こんだけありゃもう、クリアまで、大丈夫でしょう。何？変更か。あ、でもね、変更対策で、このね、矢の攻撃力をわざと下げてるのよね。こうなると、本当に、変更を怖くない。うん。変更も全然怖くないね。で、脅威。それでは、
強制戦闘いきましょう。ドラがね、もうちょっとね、しっかり使えるようになれば、もっと強いんだろうけど、でも十分十分。もう、十分強い。これ攻撃力ダウンしてこの強さだからね。これはやばいよ。この強さ。で、このエンチャ結構理想的なんだろうね。すんごい使いやすい。はい、次、ほい。どんどん来て。よっしゃあ。あとお前らしか。あ、待て。いや、倒す速度が半端じゃない。ほんとに。でも、この弓に虚無入ってるっていうのも、一つのポイントなのかもしれないね。この先いるでしょ？いた！いいね。ちょっと待って、どいてくれ。よし、あー、ラグった。最悪。でも大丈夫。よっしゃー、最後の神秘なんだ。あ、モブ速度、あ、モブ速度とか、なんかちょっと最後しょぼいやつが出てきたね。あー、まあまあ、あとキャプテンは2体で、最後の多分、どっちの中いるんじゃない？おそらくね、あそこに、あと2体いるんじゃないでしょうか。いてくれよ、頼むから。うん、素晴らしい。虚無の当たり方が素晴らしい。やべ、あぶねえ。やっぱ虚無だな、強さは。この矢の虚無が本当に素晴らしい。あぶね、落ちたかと思った。あぶね。あ、いるな、キャプテンいる。どこ、どっかにキャプテンいるでしょ。いた。しゃ、オーケー、いいね。脅威に、あと1体どっかにいるんだな。多分洞窟の中、最後の。あれ、いないかな。あ、いたいたいた、どっかにいる。いた、いたぞ。うわー、えらいこっちゃなってる。ちょっと待って、しっかりドラ使って。うわ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 、なんだこれ。よし、 OK、流れ込む魂がいい感じだ。 OK です。これで、全て取りましたね。ボス行きましょうか。それではボス行きましょう。ちょっと何回かやられちゃいましたね。やっぱ急なね、クリーパーは死ぬ。急なクリーパーはきつい。さあ、ボスはどうだろうね。多分そんなに、うわ、ぶねえ。え、なんかめっちゃダメージ食らったんだけど。ちょっと待て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 、もう、ちょっと待て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 って。しゃあ、硬いな。まあまあ、こっちのね、攻撃力ダウンっていうのもあるし、結構きついな。やっぱザコからしっかり倒していかないとダメージがちょっと増えて増えていかんね。よっしゃ、しっかりとザコから倒していこう。うん、手順を踏んでいかないとこれは無理だわ。よっしゃ、 OK、 ディープリフ倒したね。ザコが出てこないからリフレッシュが発動しなくていかんな。 OK、 終わり。オッケー、クリアしましたね。今日はこれ、ホークブランドの重力リフレッシュ追い打ち虚無使ってみました。強かった。これはね、本当に強い、武器でしたね。ダメージ 40% 減少してるんだけども、結構ダメージも十分与えれるぐらいありますので、よかったです。ホークブランドやっぱりね、強いね。見た目もかっこいいし、
はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。